On Herod's birthday, the daughter of Herodias danced for Herod and his guest, and she pleased him. So he promised with an oath to give her anything she wanted. Herodias told her daughter what to ask for, so she said to Herod, Give me the head of John the Baptist here on a platter. Pablo Picasso painted his mural Guernica, John the Baptist. ヘロデの誕生日の祝いに、ヘロデアの娘がその席上で舞を舞い、ヘロデを喜ばせたので、彼女の願うものは何でも与えようと彼は誓って約束までした。すると彼女は母にそそのかされて、バプテスマのヨハネの首を盆に乗せてここに持ってきていただきとうございますと言った。そのバプテスマのヨハネをあのミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画の中に描いていました。そしてそのバプテスマのヨハネは替え玉でした。その証明を続く動画の中でします。広瀬林市浜松シティジャパン。Which way are they walking to, from the left to the right, or from the right to the left? Andy-san, one of my YouTube subscribers, claims that they are walking from the left to the right with a head on the top, which is more natural to think. Therefore, the headBelong to the body of the man on the left side. アンディさんという方から2017年2月1日こんなメールが届いています。林先生、私も絵の首は左側の人物のものだと思います。一つは進行方向に誰かいるかもしれないと用心するので、それを隠すように布を持った女性が様子を見ながら歩いている。突然後ろから人は来ません。また普通は後ろを気にしません。二つ目は重いもの、つまり首を持った人がわざわざ進行方向に向かって後ろ向きで歩かない。三つ目は足の角度、二人とも左方向に向かっているとしたら足の重心がおかしい。右に向かって歩いていると見るのが自然。ですから、この二人は左から歩いてきたイコール左側の人物の首ということになると思います。アンリさん、まさにビンゴです。ありがとうございました。ここが今日の重要なポイントですから、もう一度説明します。右のシスティーナ礼拝堂のこの絵に注意してください。二人の人物が生首を運んでいます。が、実際運んでいるのは向かって左側の黄色い衣服を着た人物です。頭の上に生首を乗せています。で、この黄色い衣服を着た人物はですね、左から右に歩いているのがわかります。右から左ではありません。右から左だと後ろ向きに歩いていることになります。重い頭の上に乗せてですね、生首を頭の上に乗せて、いわゆる後ろ向きに歩く人はいません。つまり、この人はですね、左から右に向かって歩いている。イコール上の生首は、この生首は向かって左側の人物の生首ということがわかります。ビンゴです。つまり、この生首は一般に言われているように、向かって右側にいる人物の生首ではありません。つまり、1500年後のイエス・キリストは、このような形で、いわゆる、まあ、処刑されたヨハネはですね、替え玉であったということを示しているということになります。どうも、
アンリーさん、ありがとうございました。続いて、この生首の謎についての動画をもう一度皆さんにご覧いただきたく、つなげておきますので、よろしくご覧ください。では、失礼します。バイ。Sean spoke with Harold on several occasions and condemned his marriage to his half-brother's wife. This condemnation will be his downfall, as King Harold promised to grant a wish to his daughter. In revenge for John Baptist's condemnation of her mother's scandalous marriage to Harold,She asked for John's head. King Herod reluctantly obliged. John the Baptist died sometime between 33 and 36 A.D. John the Baptist, who was executed, was a proxy.Here is its evidence and proof. 処刑されたバプティスト・ヨハネは替え玉でした。その証拠と証明。広志林、浜松シティ、ジャパン。繰り返します。処刑されたヨハネは替え玉でした。その証拠がバチカンのカペラ・システィーナに残っていました。これがミケランジェロが描いたとされるカペラ・システィーナの天井画です。その一角にこのような絵があります。バプティスト・ヨハネについて簡単に説明しておきます。ヨハネは当時の領主ヘロディ・アンティパスの結婚を非難したため捕らえられ首をはねられ処刑された。ヘロディ・アンティパスの家令の妻が首を埋葬した。キリスト教伝承では首は後に再び発見されコンスタンチノポリスにもたらされたとされる。その時の様子を表現したのがこの天井画と言われています。向かって右側、ベッドの上に横たわっているのがヨハネの死体と言われています。そして二人の人物が中央で運んでいるのがヨハネの首と一般には説明されています。が、この首は向かって右側の人物の首ではありません。向かって左側の人物の首、つまり、替え玉の首ということになります。その事実を、この動画の中で説明します。まず、この絵に注目してください。この首に注目してください。が、この首は向かって左側の人物の首です。というと、皆さんは、向かって左側の人物には首があるではないかと思われるかもしれません。しかし、これは首ではありません。注意深くご覧ください。この上の人物の生首は向かって右側の人物の首なのでしょうか？それとも向かって左側の人物の首なのでしょうか？向かって左側の人物のこの頭と思われる部分に注意してください。注意深くご覧ください。耳のようなものが表現されています。ですから、一見すると、この人物には頭があるように見えます。が、これは耳ではありません。もう一度、この生首を見てください。そして、右下の人物の体を見てください。そして、向かって、左側の人物です。首のところに注意してください。首が異様に
細いのがわかります。これは穴です。穴あきドルメンを中から内側から見た時の様子を表したものです。この黄色い丸は、つまり穴あきドルメンの内側から見た穴ということになります。注意深くご覧ください。右が穴あきドルメンをですね、内側から見た写真です。首が異様に細い点に注意してください。つまり、これは、まあ、騙し絵、隠し絵ということになります。by 林博発見です。注意深くご覧ください。黄色い丸で囲んだところは、穴あきドルメンの穴。そしてこれは何かと言いますと、指なんですね。穴の向こうに見える指ということになります。右は私の指でした。で、この穴を塞いでみますと、左の人物には首がないことが、頭がないことがわかります。つまり、二重の中央の人物が運んでいる生首は、向かって左側の人物の生首ということになります。では、なぜこんなところに穴あきドルメンがあるかということですね。なぜ穴あきドルメンかということになります。左のこの頭のように見える丸い部分は穴あきドルメンを穴あきドルメンの内側から見た様子ということになります。つまり穴だということです。穴だということです。ここに注意してください。ではなぜこんなところに穴あきドルメンの穴が描かれているかということです。それはですね、この絵をもう一度注意深くご覧いただくとわかります。この赤い枠で囲った下の部分を見てください。ここには穴あきドルメンが描かれています。右はベロキオとレオナルドの合作と言われているキリストの洗礼の中に描かれている穴あきドルメンです。全く同じです。元々の作者が同じですから、同じに描かれていてもおかしくありません。ミケランジェロも、レオナルドも、ベロッキオも、1500年後のキリストの操り人形芸術家でした。ミケランジェロも、ベロッキオも、レオナルドも、1500年後の操り人形芸術家でした。1500年後のイエス・キリストの操り人形芸術家でした。ですから、同じになっていたとしてもおかしくないわけです。比較してみてください。右の絵の中に描かれている穴あきドルメンと同じものが、ミケランジェロが描いたとされる天井画のシステーナ礼拝堂のこの絵の中に描かれています。ここに描かれているのは穴あきドルメンを外側から見た図ということになります。注意深く比較してください。ここが重要なポイントです。その上に先ほどの絵が描かれています。では、その穴あきドルメンは何であったかということですね。つまり、餌としての人間を閉じ込めておくためのドルメンであったということになります。硬化させただけでも3000個以上の穴あきドルメンが残っています。その証拠がベロッキオとダヴィンチの描いたと言われているキリストの洗礼の中に描かれています。この洗礼の絵の中に描かれている二人の子供に注意してください。この二人の子供は餌です。注意深くご覧ください。この子供たちの顔を見てください。目は腫れ上がり、膨れ上がり、鼻は、まあ、砕けですね。頬には傷があり。というように、虐待を受けた子供の顔が、この中に描かれています。右の方は修復後の、イエスの洗礼です。キリストの洗礼です。左は修復前の、キリストの洗礼の絵です。この子供たちの顔に注意してください。この右の絵は、修復前の絵です。目を見てください。目は腫れ上がり、鼻は潰れ、目の周りにはクマができています。虐待を受けています。左の子供もやはり目の周りにクマができています。虐待を受けた子供の絵です。注意深くご覧ください。つまり、このような形で、ベロッキオ、あるいはレオナルドという画家を通して、操り人形を通して、1500年後のイエスは、いわゆる穴あきドルメンというのは、餌としての人間を閉じ込めておくための檻であったということを示しました。この穴あきドルメンが、先ほどの絵の中に描かれているということですね。そして内側から見たその様子が描かれているということです。そしてその手前には首のない死体があるということになります。つまり二人の人物が運んでいる生首は実はこの左の人物の生首ということになります。
その証拠が同じ絵の中に残っています。もう一度、先ほどの絵を注意深くご覧ください。向かって右側の人物には、実は隠し絵、騙し絵という手法で、生首、首が生首ではありませんね。首がある、ことが示されています。右の人物には頭があります。繰り返します。中央の二人の人物が運んでいるこの生首は、向かって右側の人物の生首なのでしょうか？それとも向かって左側の人物の生首なのでしょうか？もう一度皆さん、しっかりとこの絵をご覧になってください。一般に言われている世間的な常識がいかに当てにならないものかということを、この絵を通して皆さんにも分かっていただけると思います。500年間、誰も疑わず、誰も気がつかず、そして放置されてきた事実を皆さんは今このような形でご覧いただいています。この中央の人物が運んでいる生首は、向かって左側の人物の生首です。その証拠が、向かって左側の人物の絵に描かれています。ベッドの上に横たわっている人物の絵に描かれています。これからその証拠をお見せいたします。注意深くご覧ください。向かって右側のベッドの上に横たわっている人物にはですね、頭があります。頭があります。注意深くご覧ください。いいですか、皆さん。ここが今日の結論ということになります。この人物のこの赤い部分に注意してください。この赤い部分に注意してください。この絵もですね、やはり天井画も修復されていて、現在は大変わかりにくくなっています。この赤い丸に注意してください。ひび割れと一体化しているために わかりにくくなっています。が、古いと言いますか、修復前の絵では、この部分が、この部分に鼻と鼻の穴が描かれています。修復後は、これは下のひび割れと一体化して分かりにくくなっています。古い方で判断してください。修復前の絵で判断してください。ここに鼻と鼻の穴が描かれています。まあ、この絵、天井画にはですね、無数のこうした騙し絵、隠し絵が仕込まれています。これもその中の一つということになります。皆さん注意深くご覧ください。ここに描かれているのは鼻と鼻の穴です。つまり向かって右側の人物には頭があったのです。つまり中央の人物二人が運んでいる生首は向かって左側の穴あきドルメンの内側に置かれた人物の頭ということになります。これが結論です。このような形で、この体の向こうには頭があるということになります。繰り返します。ここに描かれているのは鼻と鼻の穴です。いいですか皆さん。500年間私たちは学者たちに騙されてきたということになるんですよ。誰も気がつかなかったんですよ。その事実を今皆さんはこうしてご覧いただいています。これが事実です。つまり処刑されたヨハネは替え玉のヨハネであったという証拠を1500年後のイエス・キリストがこのような形でシスティーナ礼拝堂の天井画として残したのです。皆さん、これが事実です。もう一度確認してください。中央で運んでいるこの人物、二人の人物が運んでいるのは、向かって左側の人物、すなわち、替え玉の人物の生首ということになります。処刑されたのは、ヨハネ、バプティストのヨハネではなくて、替え玉の人物の生首ということに、ということになります。以上です。Bye for now. Social consciousness come writes as follows.Our history is not what we think. Over the past few thousand years, we have warped our own history. Our versions of the past has been mistranslated, changed, altered, and skewed to fit our understanding of reality and completely left our many things that we cannot explain.Today, we are going to look at an alternate version of our history, a version that was hidden behind the history we learned and know.
Here you see some paintings painted by Michelangelo Buonarroti at Cappella Sistina, through which you may know these facts. 私たちの歴史は歴史家たちの都合の良いようにねじ曲げられ、歪められ、改変されてきました。結果として現在私たちが知っている歴史になりました。今ご覧いただいているのがミケランジェロが描いたとされるシスティーナ礼拝堂の天井画です。いろいろもっともらしい説明がなされていますが、そうした説明がいかに的外れなものであるかは、こうした絵画を見ていただければわかるはずです。つまり、私たち人間は、こうした絵画の向こうに隠されている、まさに私たちが神々と呼ぶエイリアンの歴史を何も知らない。知らないまま表面的な歴史を見て、それが人間の歴史と思い込んでいるだけということになります。それともあなたはこうした絵画を見て、私はこうした事実を知っていたということができますか？が、残念なことに、こうした事実に最初に気がついたのは私の友人の森本聡さんです。今から4年前の2012年のことです。それまで、つまり、それまでのこの500年間、誰も気づかなかったのです。歴史家も、美術評論家も、そして、皆さんもです。男を、絶世の美女だ、と評論してみたり、隠し絵、騙し絵にも気づかず、素晴らしい絵、と評論してみたりしています。つまり、その、気づかなかったという部分に、冒頭で言いましたように、ねじ曲げられ、歪められ、改変された私たちの歴史があるのです。そこで大切なことは、まずこうした事実に気づき、それを認め、受け入れることではないでしょうか。その上で、なぜ、どうしてを繰り返しながら、その中から推論を引き出し、仮説を立て、証明し、さらには、理論へと組み立てていくことではないでしょうか。いいですか、皆さん。今、皆さんにご覧いただいているのは事実なんですよ。事実です。そこにある事実です。そうした事実を見ながら、林博士の思い過ごしであるとか、あるいは林博士の頭はおかしいとか、どうか、考えないでくださいよ。大切なことは、皆さん自身が自分の目で見て、自分で考え、自分で判断することです。そういった意味では、既存の歴史家たちの意見は全く当てになりません。彼らは嘘こそ言いませんが、本当のことも言いません。自分たちにとって都合の悪いことは、皆、覆い隠しています。でないというのなら、もう一度、システィーナ礼拝堂のこれらの絵画を見直してみてください。中には、身の毛もよだつような、ゾッとする絵画もあります。そうした絵画を見ながら、あなたはそれでも、カトリックの教義を具現化した素晴らしい絵画である、と言いますか？言い続けてよいのでしょうか？回りくどい言い方をやめます。レオナルド・ダ・ヴィンチにしても、ミケランジェロにしても、1500年後のイエス・キリストの操り人形芸術家でした。ダ・ヴィンチにしては、存在したという証拠そのものがどこにもないのです。つまり、1500年後のイエス・キリストは、こうした芸術家なる操り人形を仕立て、自らの正体、イデオロギー、アジェンダを示したということになります。言うまでもなく、私たち人間に対してです。言い換えると、例えば、ダ・ヴィンチ、ミケランジェロが描いたり、
作ったとされる作品を逆に分析することによって、その向こうに私たち人間は私たちが神と呼ぶエイリアンの正体、イデオロギー、アジェンダを知ることができるのです。いいですか皆さん。この地球に住んでいる知的生命体は人間だけではないのですよ。人間だけと思ってはいけません。人間だけと思って傲慢になってはいけません。しかもその知的能力は人間のそれをはるかに超えています。人間がとても立ち打ちできるような相手ではありません。そのとても立ち打ちできるような相手でない知的生命体がそれぞれの時代にそれぞれに姿を変え、私たち人間に接してきているのです。その事実に私たち人間がまず謙虚になる。わかりやすく言えば、そこにいる神という存在に謙虚になるということです。言うなれば、人間はボロボロの不完全極まりない生物です。まずそれに気づき、それを認め、次に謙虚になる。謙虚になって教えを請う。その相手が、ここで言う私たちが神と呼ぶ知的生命体、つまりエイリアンということになります。繰り返します。決して傲慢になってはいけません。言わんや、人間こそが唯一の知的生命体と思ってはいけません。完成された生命体と思ってはいけません。私たち人間は未熟で未完成でボロボロの生命体だということです。それを認め、その上で教えを請う。つまり、私たち人間には知らないことがそこに山のようにあるのです。知らないことだらけです。その一例が今皆さんにご覧いただいているシスティーナ礼拝堂の天井画ということになります。それとも、あなたはこうした絵画に表現されている事実を知っていたというのでしょうか？いいですか？この500年間、誰も気がつかなかったのですよ。誰も疑問に思わなかったのですよ。まず、そうした事実に謙虚になることではないでしょうか？私たち人間は何も知らないのだとです。そういう意味では、ダヴィンチ、ミケランジェロの残した作品には学ぶべきものが多いと私、林博士は判断しています。なお、最後になりますが、だからといって心配しないでくださいよ。私がここで言う神は優しいですよ。今も信じられないくらい私たちのそばにいて、私たち人間を温かく見守っていますよ。でないというのなら、私たち人間はとっくの昔に滅ぼされていた、つまり絶滅させられていたということになります。ただ一言。私、林博士の立場で言うなら、どうかこうした事実を宗教と絡めて考えないでくださいね。神とかキリストとかいう言葉を並べると、人間の皆さんはすぐ宗教あるいは信仰宗教と絡めて考えるかもしれません。林博士が説いているのは宗教だとです。が、私が皆さんに求めているのは信ずるとか信じないとかいうような話ではありません。スピリチュアル、つまり霊的なものではなく、繰り返しますが、そこにある事実を認め、受け入れ、自分で考え、自分で判断し、自分で理論を組み立てていくということです。そこが重要です。その結果として、あなたが私と
同じように、その向こうで神を認め、エイリアンを認め、1500年後のキリストを認めるなら、それはそれであなたの判断ということになるのではないでしょうか。その第一歩として、今皆さんにこうしてシスティーナ礼拝堂の天井画をご覧いただいています。広し林、浜松シティ、ジャパン。Wikipedia English writes about Guernica as follows. The painting was created in response to the bombing of Guernica, a Basque country village in northern Spain, by Nazi Germany and fascist Italian warplanes at the request of the Spanish nationalists. Upon completion,Guernica was exhibited as a Spanish display at the Paris International Exposition in the 1937 World's Fair in Paris and then at other venues around the world. The touring exhibition was used to raise funds for Spanish war relief. The painting became famous and widely acclaimed and it helpedbring worldwide attention to the Spanish Civil War. パブロ・ピカソの代表作でもあり、最もよく知られた作品がゲルニカです。ゲルニカというのは、ナチス・ドイツ、イタリア及びスペインの国粋主義者たちに爆撃され破壊されたスペイン北部のバスクの田舎の村の名前です。その爆撃を題材にして繰り返します。その爆撃を題材にして描かれたのがそのゲルニカと呼ばれる絵ですが、その絵は1937年にパリで開かれた万博会場並びに世界中で公開され、それによってスペイン内戦は広く知られることになり、同時に世界中から救済資金が集まったと言われています。が、あのゲルニカは本当に爆撃されたゲルニカをテーマにして描かれた絵なのでしょうか。もしそうなら、ピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。繰り返します。もしそうなら、ピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。つまり、何の絵であるか知らないまま絵を描かされ、ゲルニカとして発表してしまった可能性があるということです。というのも、その絵の中には、私林浩が発見し、林浩しか知らない事実がその絵の中に隠し込まれていたからです。つまり、ピカソも1950年後のイエス自身であった可能性がぐんと高くなりました。その証拠と証明。広し林、浜松シティ、ジャパン。前もって話しておきますが、私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家は存在すらしていませんでした。ルカ・シヌレリの顔に大きな鼻とひげをくっつけたのがレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチとルカ・シヌレリは一人二役の芸術家であったということになります。しかし、それは今日のポイントではありません。ルカシヌレリはたくさんの絵画を残しています。その
ルカ・シヌレッリの描いた絵の中にこのような老人が時々現れます。この老人は誰かということですね。で、私はこの老人は1500年後のイエス・キリストの自画像といいますか実像であると判断しました。ミラノのセムシ男とも呼ばれていました。ミケランジェロの代表作であるピエタ像もこの人物が彫刻したものと私林博士は判断しています。ミケランジェロ自身は彫刻をしていませんでした。ともかくもここに描かれている老人は誰かということになりますが、一応セント・ジェロームということになります。右がレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされるセント・ジェロームです。このセント・ジェロームとそしてシヌレッリの描いたセント・ジェロームは同一人物です。それもそのはず、元の画家は一人、1500年後のイエスということになります。他にもセント・ジェロームらしき人物はいろいろな絵に描かれています。比較してみてください。これがセント・ジェロームイコール1500年後のイエスということになります。痩せこけて、そして独特なポーズをしています。今赤くて囲ったのが本物、そして中央にいるのが要するに替え玉イエスということになります。こうして並べてみるとこれらの人物が同一人物であることがわかります。まあ、このような形でルカ・シヌレッリなる芸術家を通して1500年後のイエスはこれが私なんだよということを示しました。つまりこれが1500年後のイエスの実像ということになりますが、それも今日のポイントではありません。セント・ジェローム、4世紀後半に現れてラテン語の聖書に翻訳したカトリックにおいては中高の祖、ドクター・オブ・チャーチと目されている重要人物です。現在の今も9月30日のセント・ジェロームの命日にはカトリックでは盛大な祭りといいますか追悼祭をしています。セント・ジェロームというのはそういう人物イコール神ということになるわけですけども、そのセント・ジェロームがパブロ・ピカソのゲルニカの中に描き込まれていました。 by 林博士発見です。で、そのセント・ジェロームは、まあ、神とも言えない、しかし人間とも言えない、つまりデミゴッドである可能性がぐんと高くなりました。左がシヌレリの描いたセント・ジェローム、そして右がダ・ヴィンチが描いたセント・ジェローム、まあ、このような独特なポーズをしている点に注意してください。まっすぐには立てなかったものと私林博士は判断しています。で、顔を比較してみるとひげのあるなしはありますが、これら両者は全く同一人物であることが分かります。そして右のダ・ヴィンチなる画家が描いたセント・ジェロームはダ・ヴィンチが他に描いたイエスの顔と一致します。その称号もこの後皆さんにご覧いただきます。つまりここでシノレリが描いたセント・ジェロームとダ・ヴィンチの描いたセント・ジェロームが同じということですね。そして骨格に注意してください。人間の骨格ではありません。頸椎は人間は7個です。しかしこのラム族は13個あります。その細い頸椎を支えるために首のところ、頭の付け根から肩にかけて人間にはない剣が走っています。左は人間ではありません。その証拠が別の絵に描かれています。左はダ・ヴィンチが描いた、まあ、解剖図ということになっています。骨格に注意してください。つまり右のセント・ジェロームはシノリの描いたセント・ジェロームということになっていますが、このセント・ジェロームは
人間ではないということになりました。なります。モーフィングしていました。そしてその証拠が解剖図の中に描かれています。同じ人物ですね。で、この人物の目に注意してください。右の解剖図も一応レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる解剖図です。この目、瞳に注意してください。向かって左の目は瞳が崩れているように見えますが、向かって右の目に注意してください。同じ表現でミケランジェロがシスティーナの礼拝堂の天井画にその目を表現しています。この目に注意してください。左右反転してみます。目に注意してください。目に注意してください。縦線一本だけの目で瞳であることに注意してください。つまりこのような形でダ・ヴィンチもそしてミケランジェロもここに描かれているのは人間ではない、つまりデミゴッド、半神半人であることを示しています。もう一度この解剖図を見てください。まあ、この顔とそして、まあ、右のミケランジェロの描いた顔を比較してみてください。そしてその顔は先ほどのセント・ジェロームの顔と一致していきます。骨格も一致していきます。つまりセント・ジェロームは少なくとも人間ではなかったということになります。縦線一本だけの瞳に注意してください。で、結論ということになりますが、そのセント・ジェロームがパブロ・ピカソの描いたゲルニカの絵の中に描き込んであったというわけです。となるとこのゲルニカの中には3人のイエスがいるということになります。それについてはまたの機会に述べるとして、で、結論をもう一度ここで確認しておきたいと思います。パブロ・ピカソの描いたゲルニカです。この絵の中には下の方に処刑で殺されるイエス、そして右下にセント・ジェロームが描かれています。この赤い丸で囲んだのが処刑される替え玉のイエスです。馬に踏みつけられています。そして両手を広げて向かって左側の手には聖痕が描かれています。上は、レオナルド・ダ・ヴィンチになる画家が描いたとされるアンヤリの戦いの絵です。 やはり馬に踏みつけられて頭から血を出しているイエスが描かれています。血のように見せかけていますが、独特のいわゆる、まあ、隠し絵、騙し絵ということになります。これは降臨を表したものです。by サトシ森本です。そしてこの手の甲に注意してください。この手の甲には聖痕が描かれています。つまりこれが処刑されたイエス・キリストということになります。手に聖痕がある点に注意してください。そのイエスをですね、パブロ・ピカソがゲルニカの中に描き込んでいます。なお こうした事実を発見したのは私、林博史です。つまりパブロ・ピカソには知る由もなかったということです。ということになりますと、パブロ・ピカソもその意味も分からずこの絵を描いたということになります。これが処刑されたイエスです。そしてもう一人右下に、セント・ジェロームが描かれています。セント・ジェロームです。独特なポーズをしている点に注意してください。そのポーズと先ほどお見せしました、セント・ジェロームの絵とのポーズを比較してみてください。反転してみました。左は、ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるセント・ジェロームです。同じポーズをしている点に注意してください。片方の足を立ててですね、そして一方の足を後ろの方に後方に伸ばしています。左がセント・ジェロームですから、右もセント・ジェロームです。by 林博史発見です。で、このような形で、
ピカソはセント・ジェロームを絵の中に書き込みました。この人物こそがですね、もう一人のイエス・キリストということになりますが、ゲルニカにはもう一人のイエス・キリストが描かれています。それについてはこの続く動画の中で説明しますが、中央で、トーチを持っているイエス・キリストがいます。ということはこの絵の中には3人のイエス・キリストがいるということになります。イエス・キリスト3人説 by 林博ということになりますが、それについては今後さらに検証を重ねていきたいと思います。Wikipedia English writes about Guernica as follows. The painting was created in response to the bombing of Guernica, a Basque country village in northern Spain, by Nazi Germany and fascist Italian warplanes at the request of the Spanish nationalists. Upon completion,Guernica was exhibited as a Spanish display at the Paris International Exposition in the 1937 World's Fair in Paris, and then at other venues around the world. The touring exhibition was used to raise funds for Spanish war relief. The painting became famous and widely acclaimed, and it helpedbring worldwide attention to the Spanish Civil War. パブロ・ピカソの代表作でもあり、最もよく知られた作品がゲルニカです。ゲルニカというのは、ナチス・ドイツ、イタリア及びスペインの国粋主義者たちに爆撃され破壊されたスペイン北部のバスクの田舎の村の名前です。その爆撃を題材にして繰り返しますその爆撃を題材にして描かれたのがそのゲルニカと呼ばれる絵ですが、その絵は1937年にパリで開かれた万博会場並びに世界中で公開され、それによってスペイン内戦は広く知られることになり、同時に世界中から救済資金が集まったと言われていますが、あのゲルニカは本当に爆撃されたゲルニカをテーマにして描かれた絵なのでしょうか。もしそうならピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。繰り返します。もしそうならピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。つまり何の絵であるか知らないまま絵を描かされ、ゲルニカとして発表してしまった可能性があるということです。というのもその絵の中には私林博が発見し、林博しか知らない事実がその絵の中に隠し込まれていたからです。つまりピカソも1950年後のイエス自身であった可能性がぐんと高くなりました。その証拠と証明、広志林浜松シティジャパン。ある著名な美術評論家は次のように書いています。白黒で表現された一面モノクロームのキャンバスには人間のような目を持った闘牛の頭、その下には空爆の犠牲となった子供を抱えて泣き叫ぶ母親、狂ったように叫ぶ馬、天を仰ぎ救いを求める者など、逃げ惑い苦しみ叫ぶ人々や動物の様子が描かれている。左下で倒れている人物はピカソ自身であるという。なお闘牛や馬が意味するものとしては、牛をファシズム、馬を抑圧された人民とする解釈や、牛を人民先生、馬をフランコ主義とする解釈などもあるようだと。が本当にそうでしょうか。順に
解説してみます。では林博士方式でこの絵を検証してみます。まず気がつくのは中央上やや左寄りにある奇妙なこの模様です。これは何かということですけども、私はこれを目と判断しました。目の下から14本の光線が出ている点に注意してください。右はフリーメイソンのシンボルマークです。で、この目のような模様の下からも14本の光線が出ているのがわかります。14、つまり 7×2、 7はフリーメイソンの神聖数です。ミトラ教の神聖数です。さらに言えばプロメテウスの神聖数ということになります。 7×2 です。ここを確認してください。ラーの腕もやはり7本です。それから自由の、まあ、女神像と言われている像ですけども、光線が7本です。このように7、7、7でつながっていきます。ついでですが、14という数にはもう一つ別の意味があります。7+7、つまり7、7を組み合わせると77になります。77というのはユダヤ・ゲマトリアによればキリストを意味します。そのことをミケランジェロも知っていたのでしょうか。システィーナ礼拝堂の天井画ですけども、中央にイエス・キリストが位置します。そしてその下に77という数字が隠し文字の形で書かれています。77、つまりキリスト、ここに描かれているのはキリストだよという意味になります。話を戻します。つまりこのような形で、つまり目を描き14本の光線を描くことによって、パブロ・ピカソは自身がフリーメイソン、もしくはその上位団体のイルミナティのメンバーであることを示しました。その証拠がもう一つ描かれています。中央に、まあ、ドアのようなものが描かれています。私はこれをドアと判断しました。そのドアの向こうから一人の人物が腕を伸ばし、その手の先にトーチを持っています。このトーチに注目してください。この人物は誰かということですけども、これが今日のこの動画の最大のポイントとなります。左はイタリアのサント・アプリナーレ・ヌーボーの壁画に描かれているイエス・キリストです。その左手にはやはりトーチが描かれています。この両者を見比べてみてください。注意深くご覧ください。この部分ですね、三角、そしてその上の膨らんだ部分、そしてその上のトーチの部分です。全く同じです。そしてそのトーチをこの人物が握っています。左がイエス・キリストですから、右もイエス・キリストということになります。もう一度皆さん自身の目で確認してください。イエス・キリストがトーチを持っています。それと同じトーチがゲルニカの絵の中に描かれています。イエス・キリストということになります。では左下の人物は誰なのでしょうか。どこかの美術評論家が言っているように、ピカソ自身なのでしょうか。答えはノーです。中央に馬が描かれています。馬に踏みつけられています。この構図はダヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いの中の絵に表現されている構図と同じです。アンギャリの戦いの中に描かれている右の丸の中の人物はイエス・キリスト自身です。頭からは血を流しています。そして馬に踏みつけられています。構図が同じです。頭の周りを見てください。血が流れ出ています。これは血を表しながらも、実はハロー、つまり降臨を、まあ、模したものだと
判断しています。これは森本聡さんという方が教えてくださいました。そしてこの人物がイエス・キリストであるという証拠は、この人物の左の手の甲を見ていただくとわかります。そこには聖痕が描かれています。こうして1500年後のルネサンスの時代に現れたイエスは、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前の操り人形芸術家を通して、そしてアンギャリの戦いの絵の中に替え玉で処刑されたイエスを描き込みました。頭からは血を流す、その血が降臨をかたどっています。そして左手の甲には聖痕が描かれています。そしてその同じ構図がピカソの絵の中にも表現されているということですね。右のような事実を知っていて、そして動画で発表したのは2012年以後の林浩司ということになります。ピカソが知る由もなかった事実ということになります。左下のピカソの絵の中に描かれている人物がピカソなどではなくてイエス自身だということは、その絵の中にその証拠が残っています。この人物の手のひらを見てください。ここには五芒星が描かれています。つまりこのような形で聖痕を五芒星に隠してピカソが描き込んだということになります。わかりやすく言えばシンボライズされた聖痕ということになります。つまり左下の人物はイエス・キリストということになります。繰り返しますが、パブロ・ピカソは聖痕を五芒星で表現したということになります。でもう一度繰り返します。パブロ・ピカソのゲルニカです。左下にいるのはイエス・キリストです。馬に踏みつけられています。その構図はアンギャリの戦いの中に描かれているイエスと同じ構図です。アンギャリの戦いの中にそのような隠し絵が仕込まれていたことを発見し、動画で発表したのは私、林浩司です。それ以前には誰も知る由もなかったことです。さらにここに牛が描かれていますが、闘牛の牛だそうです。とんでもない。これは闘牛の牛などではありません。これはミケランジェロがカペラシスティーナの天井画に描いた絵ですけども、その絵の中にノアと3人の息子の絵があります。左上に注意してください。ここには馬と牛が描かれています。牛といえば延期を表すシンボリックな動物ということになります。馬はその息子のマルドックであると私は考えていますが、今のところまだ仮説の段階です。ともかくもここに牛が描かれています。牛は延期です。延期のシンボルが牛です。つまりここに描かれているのは神々であるということになります。ではその牛の下の人物、今丸で囲んだ部分の人物は誰かということですけども、女性と赤子のようです。右はシュメールのイナンナです。またの名をイシュタール、そしてヘブライ名をマリアと言います。女王はラファエロの描いた聖母子の絵です。それと同じ構図でパブロ・ピカソの中に母と子が描かれています。つまりここに描かれているのはマリアということになります。そして赤子の目を見ていただきたいんですけども、白目で描かれています。死んだ子供の目ということになります。マリアは人間の子供を食していました。では右下の人物は誰なのでしょうか。丸をつけてみます。色をつけてみます。この人物は誰かということですけども、そのポーズに注意してください。言うまでもなくセント・ジェロームです。これはダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるセント・ジェロームですけども、左右反転してみるとそのポーズが同じであることがわかります。つまりこのような形でピカソはゲルニカの絵の中にセント・ジェロームを描き込んだということになります。皆さん自身でご確認ください。
ついでですが、一人二役のもう一人の画家、ルカ・シノレッリも、セント・ジェロームをこのように描いています。同じポーズです。つまり、右下に描かれているこの人物は、セント・ジェロームということになります。で、最後にもう一人人物が残ります。一番右端の人物です。この人物は誰かということですけども、奇妙な壺のようなものの中に入っているのがわかります。そして小さな窓が描かれています。これは何なのでしょうか。そのヒントはシスティーナ礼拝堂の絵の中にありました。バプティストのヨハネが首を切られた時の様子を表した絵であると私林博士は判断しています。ともかくも向かって一番左のこの人物に注意してください。一見頭があるように見えますが、これは騙し絵です。頭ではありません。つまり穴です。そしてこの人物は壺の中に入れられています。そして決め手は足ということになります。赤枠で囲った部分に注意してください。拡大し明るくするとそこに足が現れてきます。指も5本表現されています。つまり右のその長方形のようなものは足ということになります。そして同じ足、同じコンセプトの足が左側のミケランジェロの絵の中にも表現されています。この両者を比較してみてください。ミケランジェロの描いた絵の中の丸い窓に注意してください。そしてゲルニカの絵の中ではそれが四角い窓として表現されています。そして三角の壺の中に入っている様がわかります。つまりこの人物は替え玉のバプティストのヨハネということになります。ヨハネはこのような形で処刑されました。その動画はこの後につなげておきますから、どうかご覧になってください。で、結論ということになります。パブロ・ピカソは戦場となったゲルニカを描いたものだと言われています。が、本当にそうでしょうか。もう一度、皆さん自身の目でこのゲルニカを見てください。そして皆さん自身で判断してください。一番左にいるのはマリアです。子供を抱いているマリアです。そしてその上にいる牛は延期、つまりプロメテウスを表したものです。次にこの下の人物は替え玉イエス。処刑となった替え玉イエスを表したものです。上の目のような形はこれは言うまでもなくプロメテウスの目、またの名を摂理の目と言います。そしてここに描かれているのはイエス・キリスト自身です。そのトーチ、シンボリックなトーチを持っています。サンタ・アポリナレ・ヌーボーのトーチと一致します。そしてその下にいるのがセント・ジェロームです。カトリック最大の功労者ということになっていて、そしてその右にいるのが処刑されたヨハネ、もしくはヨハネの替え玉ということになります。つまりキリスト教の世界がオールキャストでこのように描かれています。つまり戦場となったゲルニカの様子を描いたものではなくて、神々の世界を描いた絵ということになります。そしてこの絵の中には私林博士が発見した事実ばかりが描かれています。言い換えるとパブロ・ピカソもこの絵が何を意味するか知らなかったのではないかということになります。つまりパブロ・ピカソ自身がこの絵を1900年後のイエスによって描き与えられたということになるのではないでしょうか。ある著名な美術評論家は次のように書いています。白黒で表現された一面
モノクロームのキャンバスには人間のような目を持った闘牛の頭、その下には空爆の犠牲となった子供を抱えて泣き叫ぶ母親、狂ったように叫ぶ馬、天を仰ぎ救いを求める者など、逃げ惑い苦しみ叫ぶ人々や動物の様子が描かれている。左下で倒れている人物はピカソ自身であるという。なお闘牛や馬が意味するものとしては、牛をファシズム、馬を抑圧された人民とする解釈や、牛を人民先生、馬をフランコ主義とする解釈などもあるようだと。私林浩氏はノーコメントです。 Bye for now.